のり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 まさのり、あ、違うね。こんにちは。今の面白かった。でも今の入っとんかな。入っとんエキセントリーなんかじゃあもうカミカミじゃん。じゃあ今日はですね、ちょいとあ、ハイブリッドイントロは先週、好評でしたね。先週に引き続きミホさんが持ってきてくれたかな。ないな。じゃあないよ、ま、私から行きましょうかね。ええー、そうだ、もういいよ、腹立つからね。どうにしようかな。じゃあこれの分かんないんだよね、多分分かんねえだろうな。ちょっとね、これもう本当にね、もう俺が若い時に流行ってた曲だからな。いきます、ハイブリッドイントロ第1問。大正時代。知らねえよ。カラーの青春もののドラマに出てきそうな。カラーのリンゴの花びらが。何もうな、設定は何年なのこれ。もう答え言っていいっすよ、丸さん。ブブーブブー、美空ひばりだ。お、うん、美空ひばりは分かったけどね、うん、歌は分からんけど。最初はね、野口五郎、青いリンゴで、2曲目がリンゴの、リンゴの、リンゴ追い分けだから、青いリンゴ追い分け。はい、次。つまんねえな、おい。はい、次。じゃあ次は、次やってなきゃダメだよ。第2問。それ。カラーの。カラーの。カラーの。パニックパニックリンク、みんなが慌ててる。もう歌は2曲とも分かりますけど、何曲目分かんないでしょう。あ、まあ分か、あれですよね。ああ、クレヨン的な感じでしょ。そうそうそう、そこで繋がるんちゃう。あれ何だったっけ、最初の知らん。タイガース、女でいてくれよでしょ。そう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 、なんか色付きの、色付きの女でいてクレヨンしんちゃん。セブン。よう出たね。すごい。すげえ糸ちゃん。すごい糸ちゃんがすごい。相変わらずつまんねえなこれ。よかったね。いや天才。今のは分からんと思ってた。うん、素晴らしいです。ではエキセントリックなが発車します。出発。進行。木曜のお昼、いかがお過ごしでしょうか。愉快な秋の仲間と一緒に、西畑のクローバーより中市レディオシンジケートに乗せて30分間、ずっと雨なんで青空が見たいと願っているあなたにお届けします。では皆さん、ご挨拶を。こんにちは。こんにちは。いや、忙しいですよ、もうこんとこ忙しくてね、丸さんと遊びを暇とかないっちゃけどね。もうやばい。はい、まあ、でも前も言ったけど、中市のさ、あそこビデオ撮ってくれたじゃないですか。はい、TV の方ね。TV の方もう公開してますね。うん、一部だけ。もう面白すぎて笑っちゃうよね。どこが面白いとこがあったのかい。滑り方が。で、みおさんでーす。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。特にないんですけど、6月10日ですよね。もういない。いやいや、いるんです。いるけど、その、うん、まあ、ちょっと羅列していくと、まあ、松たか子さん、ね、6月10日生まれ、うん、大神泉ってご存知ですか。ああ、アナウンサーの、元地方アナウンサーだった、ね、日テレじゃないの。あ、日テレだった、日テレ、日テレで、元木と結婚したのね。ふっくらしちゃいましたよ。あ、カーリングのマリリンね。おお、本橋真理、伊藤麻子は、伊藤麻子、私大名で一回ロケしてる時あったんですよ。伊藤麻子がいると思ってしょうもないね。桑子真帆アナウンサー、この好きな NHK のアナウンサーで、桑子真帆、分かんない、分からん、スポーツコーナー担当してたの、綺麗な方なんですけど、
まあ、そんな感じの6月10日ですね。もう梅雨で土砂降り、今日天気悪いんですかね。悪いね、悪いですね。梅雨真っ只中の雷ガンガンですよ。ガンガンの伊藤ちゃんです。6月は結構私推しの誕生日が多くてですね、はい、6日があのハンターハンターのひそかの誕生日、設定ものですね。設定ものですね。11日があの津田健次郎さん、津田健、これは本物ですね。本物です。で24日はうちの息子の誕生日、あ、本物ですね。息子の設定設定ちゃんと生まれました。24日に生まれました。設定っぽいよね。のあつみんです。誕生日6月、うちの長男かな。まあいいや。あ、そうなんですか。おめでとうございます。いやいや、もうおっちゃんだもん。あれどうしてあんなおっちゃんになるかね。もうちょっとかっこよければいいのになっていつも思ってる丸さんです。しかしですよ、しかしですよ、下打ちしたね。けなけちゃんが一匹死ぬんですよ。本当ですか。しかし何、にゃにゃ、近頃ね、なんか、うん、出らんなら次行こうか。今日はこの4人でお送りいたします。キタピー、キタピー、エキセントリック中川、ご唱和くださいませ。あ、はい、喜んで中川よ、かったろー、かったろー、ここはよかったろー、バイバイバイキン。しかしですよ、しかしですよ、今あって言ったよ、丸さん。タイマー回してるのに気づいてね、自分で自分でタイマー回してるのに気づいて、あって言った。もう分かんない、分かんない、バラバラ。はいはい、なんかお便り来てたね。はい、お便り、あの二方からいただいてます。おお、ま、ありがとうございます。サクッといきます。サクッといける人、はい、はい、いや、いけない方です。駅船の皆様元気ですか。毎度この辺でわかりますよね。元気でございます。いつも楽しく拝聴しております。いつも変わらず心地よい楽しい笑いのひとときをありがとうございます、はい、ラジオネーム、お酒は飲まないけど飲んだらかゆいかゆいです。ああ、かゆいですね。よったよった。毎回冒頭のハイブリッドイントロにはいつも元気をもらっております。第163回放送回の子どもの日限定イントロは恋のぼりの歌が2曲もあることに驚かされました、うんうん、びっくりです。2問とも非常に面白かったとです。子どもの日といえば東西で柏餅派か千巻派で分かれているそうですね。皆様はどちら派ですか。ちなみに私は千巻派です。しかしですよ、うん、しかしですよ、食べづらいなと思いながら柏餅を葉っぱのまま食べていた記憶があります。葉っぱ食べるとこじゃないから。あれはどっちが正解なのでしょうね。柏餅もそうですが桜餅もですね。あ、桜餅、どちらも葉っぱがしょっぱいよ。前回第164回の放送回での感動した曲歌はの質問に皆様ご回答ありが大変ありがとうございます。大変興味深かったのでいろんなお話が聞けてとてもありがたかったです。まさかお母さんと一緒で流れていた歌がなかなかの最強とは思いもしませんでした。私も我が子が小さな頃に一緒に見てたので思い出してみると納得ですね。パワーアップ体操好きでした。そういえばいつからかなんかわからないんですけど、いざ行け若鷹軍団を聞いた時も最後の方でジーンとなります。なんでやろう、熱烈なホークスファンってわけでもないんですけどね。そういえばモルックのテレビ番組、東京の方で方でしか会ってないっすよ。確か東京 X、 あ、東京 MX でした。東京 X は豚さんですね。もうちょっとこっちの方でもこっちの方でもあってもよかろうもん。あんなに面白いし楽しいのに。あ、駅船 TV でのモルック関係の企画ものの放送のご検討よろしくお願いいたします。対決企画などいろいろ面白そう、楽しそう、ぜひ見てみたいです。対決で負けたら18番熱唱とか、街行く人とモルック対決とかよろしくお願いいたします。そろそろ梅雨入りしそうですが、雨にも負けず風にも負けず自分にも負けずでお仕事頑張りたいものですね。どうも5月病が抜けないような。ちなみにゴールデンウィークはがっつり仕事をしておりました。それではこの辺で失礼いたします。
いえー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんかで、もう一人。いいね、今のね。うん、なんか、うん、もう一人。はい。欠かさず聞いてますよ。皆さん、おのおの忙しい中、どうぞ体に気をつけて頑張ってください。さゆりんより。短い。で、追伸で、確かに丸さん以外の人が、イントロの問題作ってみたら、どんなになるのかなって思ったりして、って、うん、あの、いただいてます。これ先週作ってみたよ。これで先週、みょうさんが作っても最高だったよね。はい。うん。あるござしたね。ちゃんといいでしょ。フェードで途中で変わるっていうのがね。うん、クオリティ高かった。そういうことね。サイリママ、ね。アナログとさデジタルだからね。うん、違う。まあ今の人と古い人。でも柏餅の葉っぱは食べんでしょ。柏餅は食べないですね。桜餅は食べるでしょ、うん。桜餅の葉っぱは美味しい。うん、しょっ辛いもんね。塩辛い、うん、塩味がちょうどいい感じ。ちまきっていうのはもうなんか西と東みたいな話なんですか。いや分からない。長崎はちまき、島根もちまきでした。なんか葉っぱにこうぐるぐる巻いてあるやつでしょ、うん、熊沢さんの葉っぱに。熊沢さんの葉っぱなんだ。あ、いる、地方で違うかもしれないですけど、うん、だから笹だなって思ってました。だから西の方はちまきなんでしょうね、うんうん、でもあれなんか甘い餅だよね。いや、うちの方はあの普通の白いあの何にも、はい、味のあんことかついてないやつでした。なんか砂糖で味付けたのかなと思ってました。で、あのなんだ、食べるときは一回もう一回茹でて、で茹で上がったやつの葉っぱを剥いて食べる。で、あの砂糖醤油とかきな粉とかで食べてましたね、うん。棒に刺さってる、まあ、いろんなのがあった。これもいろんなの食べたけど、一番良かったのはもうそのまんま、うん、でそのまんま甘い味がついてる、うん、ほらほら、うん、甘かったろ、うんうん、甘白いあんこはないよね。白、そう、真っ白、ね、中何にも入ってない、うんうんうん、で甘い甘い、うん、いや、それが一番多い。何も味がつい、一番多いパターンだった。団子の粉でこう練ったやつ、白玉食ってるみたいな感じ。白玉が棒、あの竹の笹の棒についてる。へー。でその棒を持ってつけながら、味をつけながら食べる。あ、そう。でもね、いろいろそういう文化もね、うん、なんか、その地方でよって違ったりもするし、逆にそれがなんかこう全国的になっていくものも、ほら、あの恵方巻きとかだいたいこっち昔なかったでしょ、うん、もう大阪の方の一部地域がされてたね、あの行事みたいですよね。ね、大阪でっていう気分、ね、うん、俺も大阪4年住んでたけど、その時そんな本当多分一部の地域だと思う。本当に一部の地域だけど、あれよね、多分あの バレンタインを盛り上げたみたいに、どっかが仕掛けて、うんうん、一気に全国的に広まったよね。チョコレート、ね、まあ、コンビニがあるけんね、うん、コンビニで広まるよね。恵方巻きはよ、ね、あれでかいからね、食えねえよあんなもん。喉詰まらせて死ぬやつ出てくるわ。でかいの買う気やん。俺くこの間ドローンで撮影したんですよ。ああ、そうなんですか。ミョウさんね、うん、まあ、なんか将来性を感じました。あのね、まあ、昔も多分カートを取ってもらいよったんよ、ドローンで、うんうん、で特にまだね緩い頃やったっけ、ドローンに対してもね、うん、でもね、やっぱ最初はこうインパクトがあるじゃん、でみんなおーすげーすげーすげー、うんうん、だんだん飽きていくよね。まあ、あの時もそのサクタのうなで公園でモルックやってる時、それこそ S さんとこの娘さんとか奥さんも来てて、お見えだったんだ。で確かにおおすげえみたいになって、まあだんだん飽きていくのかな。そうでね、なんかそういう映像ができてね、うん、で最初はあ、こんな風にこの角度から見たらこんな風に見えるったいっていう感じになるけど、うん、もうそれまたそれやっても前回と一緒やけどね。そうね、うん、いろいろ工夫していかんと飽きていく。そうね、スポーツはやっぱその野球もそうだけど、うん、本当にこうズームしてこうその瞬間、打つ瞬間とか投げる瞬間、モルックでいうと当たる瞬間とかっていうのは、まあドローンじゃなくてもいいのかなっていう感じになってしまうよね、うん、あれは面白かろ、真上から、綺麗に真上からだね、うんうんうん、ただあれも1回見りゃいいかなって感じだろ。あ、そうね。、うん、あれだよね、あのプロ野球とかだったらさ、もう本当に、うん、カメラが何十台ってあるじゃないですか、うんうん、で空飛んでるカメラもあるしね、うん、だから臨場感って出すのは後で編集がねすごい人がやってるんだろうけどね。そうね、編集も関わってくるからね。いや、あのモルックで思い出したのは、うん、あのうち町内でね、はい、今度フェスタやるときにモルックやろうってんで、あのフェスタっていうのを区でやってるんですね、うん、フェスタ要するに運動大会だよね、うん、運動会じゃなくて今回はみんなが見えるやつやろうかつって言ってて、だから例えばみんなが楽しめるやつ、
でやろうか、うん、パンク競争だとか、はい、なんかリレー しようかとかって言ってた。結構な人数が参加するイベントになるんですよ ね, ね。だからあの 区なんだけど班で分かれて、うん、6班あるから6区で6班に分かれて、うん、で勝負しようかってあの 手作りモルクいやいやだけど、ね、それモルクを買うかどうかの検証をしてみようか。後ろのとかには行ってないと、あの行ってないね。あ、違うんだ。刀八区だけ。ああそうなんや。だからそこでねやろうかっつって、でルール説明しててね、ちょっとわからんかったのが、うん、要するに重なったら点数にならないじゃん。ならないですね。あれって最後のさ、あと3点でポンってなって2と1が重なって倒れましたって、それも点数にならないんだよね。だから上がりにはならないのね、うん、2と1下の方は点数になりますよ、うん、ああ下に重なってる下の方は点数になるやん、うん、上に乗っかってるのがダメだったのね、うんうん、はい、そうです。でじゃあ3本とか重なっててもやっぱ一番下の点数だけ、一番下だけ、要はペタって倒れないとダメってことですよ。あ、じゃあこうもたれかかってるのがダメだってことやったね。ああ、なるほどなるほど。でね、あのおじさんたちがね、手応えどうです、こら面白かねえって、面白かねえって言ってた、うん、言った。ただやってる本人は面白いよね、周りでお客さんが見ててね、うん、どうやってそれを盛り上げるかっていうのが課題だよねって話はしてた。だから周りの人ってさ、なんかあんまりこう経過が分かってなかったりしたら面白くないじゃん。参加してる、どんたくと一緒で参加してる人は面白いけど、でもみんな参加するんでしょ。でもやるのは、やらない人はいないんでしょ。いや、やらない人がいるのはやっぱり選手で出てくるわけやから、選手応援みたいな、はい、家族とかが、うんうん、いやでもその話はまさにね、この前テレビで、あの淳がここにもちょっとなんか今日淳の話したかったらしいけど、淳、うん、が今なんかね取り組んでるスポーツがある、あのパラスポーツ、あのボッチャを、うん、ボッチャとなんていうかな、ペタングみたいなやつ、うん、ペタングとかだったじゃん。はい、ボッチャもあるけど、うん、まあ、それ何ボソボソ喋ってるんですか。あ、もう挨拶ですね。あのボッチャを、うん、やっぱりその盛り上がらないと見てる人が、うん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 、でそれとその IT っていうかね、なんかそう、うん、サイバー的なの組み合わせて、うん、すごいもう派手なあのパネルとか、うん、LED とか、うんうん、でなんかポイントが入ったらわーんってなる。そうで点数とかは全部もうあのなんていうかな、掲示板っていうかスクリーンに出て、うんうん、全部あの機械が計測する、その、うん、何センチか近い方が、それなんか自前でボード買ってたでしょ。そう、うん、だけど まさにさっきの話で思い出した、その見てる人も盛り上がる仕組みをなんかこう作るみたいな、うんうんうん、だけど、ね、モルックもあれじゃないかな、実況まず、うん、実況ね、うんうん、それからあの金かけさせる何ああギャンブルってこと、どっちがかけるかやったら盛り上がるよね。それダメや、それはダメですよ、ね、それダメや、うん、それネットカジノと一緒や、うん、マラさんどうします、ある日4600万口座入っとったら、やったー使っちゃうぜって思うわ、はい逮捕。そうね、分かるように、うん、実況や、まあ、実況とりあえず、ね、モルックのその大会とかの決勝でみんなも負けたやつがこうね周り囲むけど、うんうんうん、まあ、一応みんなモルック詳しいから、うんうん、まあ、見てて分かるけど、うんうん、なんとなくの人は確かにそうかもしれない、うん、ただこう解説とか点数とかなんか目に見えるものがあった方が盛り上がるかな、うん、なんかいいあれになってきたよね、うん、ヒントに行くのが、まあ、中側でうちらがよ出た時あったじゃないですか、あの駅前、うん、駅前広場でしょ、うん、あの時適当に解説してくれてたじゃん、森重さんたちが解説しよったよね、うん、あれは結構面白かったなって思うんで、うん、ただそれ解説もねそういう話したんだけど、いやこれ3箇所でやるんですよって、3箇所とか4箇所でね、うん、同時にやるでしょって、まあね、解説がごちゃごちゃしますよねと、うん、そういうのもちょっと問題やねっていうのがやっぱりちょっと浮き上がってきましたね。でもまあプロスポーツは何でも解説ついてるからですね、うんうんうん、では、うん、まあね、モルク頑張りましょう、はい、展開エキセントリック中川、厚み頼もうかな、はい、あの皆さんのポカンタイムやってきました、厚みのおたかつ、今日も頑張ってポカンとするよ、はい、ですね、今日はまあ最近の私のオタク活動についてちょっとあのざっくり
行きたいと思います。最近読んだ漫画、お、はい、違うぞ。これですね、スパイファミリー、今話題のもうボカンです。今めっちゃ話題なんですよ、スパイファミリー。知らないんですか、どこら辺界隈で話題になってこと。いや、もう世の中界隈ですよ。なんかそう、うちにあるかも。ほら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 、若者は読んでるんですよ、うん、スパイファミリー。なんて言っても私も最近読み始めました。この間これ前回娘が大人買いしてきまして、昨日からちょっと読んで、いい、今まだ一巻のあとこんぐらいのところでちょっと寝落ちしてしまったので、これからじっくり読みたいと思います。スパイファミリー読み始めました。あとですね、最近見て面白かったアニメ、ですね、ちょっとまあ異世界転生ものとか異世界ものをよく見るんですけど、マトノケはですね、最近また主人がなんか何気に見てたやつで、ゲート、自衛隊かの地で各戦えりっていうのがありまして、アニメがあってまして、でそれ多分元は小説、ライトノベルとかそんなからだと思うんですけど、なんかまあざっくり言うと、ある日突然銀座に異世界とつながる門ができて、そこから異世界からこう軍隊がこう攻め寄って、モンスターを引き連れた軍隊が攻め入ってきて、まあ、ちょっと銀座でちょっとたくさん人が亡くなったりとかっていう事件があって、でそこの門がつながったまんまになってるんで、自衛隊が結局向こう側に行って、向こう側の世界っていうのはまだ中世の頃のような感じ、軍隊って言っても弓と矢と馬とモンスターなんですよ、まあ、そういうところに自衛隊が全部銃器全部持ってったら、まあ、戦国自衛隊の補給できる状況ですよ。すごいな、これ強いわ、まあ、圧倒的なんですよね、うん、で、まあ、向こうでは向こうの世界そういった状況だから、まあ、資源がまだいっぱいあるんじゃないかっていうことで、まあ、日本にしかそのゲートがつながってないからですね、まあ日本が占有するみたいな感じになって、まあ、自衛隊がまあ派遣されてみたいな感じで物語が進んでいくんですけども、まあ、それをちょっと何気に見始めて24話あって2日で全部身を見ちゃってっていうのが最近見ました。すげえな、はい、タイムスリップものですね。タイムスリップじゃないです、異世界、単に本当に異世界につながってて、どこでもドアでつながってる。その異世界は結局突き詰めると何百年かおきにつながる、いろんなところとつながるんですよ。でファンタジーの世界なんで、エルフ族がいたりドワーフ族みたいなのがいたり、ドラゴンもいるし、魔法を使える人もいたりとかっていうするんですけど、文化的には弓と矢と魔法の国みたいな感じなので、まあ、戦車1台行けばもう圧倒的というか、まあ、そこに戦闘機だとか、ヘリコプターとかわーって自衛隊の精鋭たちがもう行けば、もうちょっと向こうの国、世界の人はちょっと勝ち目はないみたいな感じではあるんで、戦国自衛隊しか戦国自衛隊ネタも出てきてました。だから何のプラットフォームで見たと、旦那が見てたんで分かんないんですけど、多分アマプラとかそんな感じだと思います。だと思うんですけど、まあ、そういうのを見て、じゃあ丸さんだけ見れないやつね、うん、そうですね、それは面白かったです。で、あとそれとですね、最近とうとうセリアボディ、セリア の人形の頭のない人形のボディっていうのが あるっていうのを紹介してたかな、どうかちょっと分かんないんですけど、こういうのがあったんですよ、うんうん、でこれを使って私は人形を作ったりとかしてたんですけど、ついにセリアでヘッドが出ました。おー、これに合うなかったんだ、が出ました。今はなかったんですよ。でやっと出て、でもう即ちょっとまとめ買いしてきて、今ちょっと練習でこんな感じでお人形を作っております。これ穴開けると目のところ、これはですね、まあ、見てる通りメインの穴が開いてないので、うん、まあ、絵の具で描いたりとか、うん、まあ、目のシールとかがあるんで、デカールっていう目のシールとかがあるんで、そういうのを貼ったりとかして顔を描いたりとか、うんうん、であとはこの中空洞なのでこうくり抜いてですね、目をこう内側から入れてですね、するんですけど、まあまあ難しい、これが。で、まあ、難しいほどちょっといろいろああでもないこうでもないと試行錯誤しながら、こう可愛い人形を作れたらなと。またちょっとこの子のクオリティにはまだ納得はしてないんですが、ただ道具だけはですね、うちいろいろあるので。おじいちゃんや。この前の出店は何、はい、そのドールの出店っていうのは販売？は
販売をしたんですよ、うん、あのイベントで今まではあのプリンとか焼き菓子の販売のでイベント出店してたんですけど、うん、あの この前先日参加したイベントは初めてこのドールカスタムドールの販売をするのにイベント出店してきて、うん、まあ、言うてもちょっと、ま、あのそんなポン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 みんな人形を買うようなものではないので、うん、カスタムドールっていうのはこういうものなんですよっていうのをお披露目説明して何人かの方に知ってもらえたらいいなっていうような感覚で参加したので、うんうん、はい、いやいや、それセリアで売ってないと100円なの？頭110円、体110円。これ髪の毛はどこで買うんですか？髪の毛はあのそれはまた別売りで、それはアマゾンで買った。こういう髪型で売ってるん？じゃないじゃ、ま、自分で作るの？それはあのそれは市販の人形用のウィッグを買ったものです。あのもちろん作ったりもします、自分で。なんかこの辺に下げてたよね。髪の毛触ってなかったっけ？あ、っていうかこんな風にして作るんですよって、前あのドールのおたかつでドールの話をした時に髪の毛もこうやって作るんですよ。髪型とかもうちょっと前髪調整したりとかするわけ？それはあの自分で切りました。その面はちょっとこう前髪がなかったんで。すごい、ね、こう洋服みたいな。洋服はそれはあの友達、洋服担当の友達がいるんで、まあ、作ってもらったものをちょっと着せてるんですけどね。すげえな、うん、クオリティ高いよね。なので黒羽来ていただいたらあの人形に会えますので、それ関節がすごいよく動くんですよ、うん、それこのレベルで関節動くボディが110円っていうのがもうドール界というかあのドール沼界ではなんかこうざわついたんですよね、すごいね、うん、よそれが110円で出せるね。本当そうなんですよ、うん、で、まあ、あのプロの人形師さんもこのボディを使って、で頭の部分だけあのビスクでこうビスクドールの作家さんとかがあの頭だけ作って、でお洋服とかはもうすごいちゃんと手作りでされたお人形販売されてる方もいたりですとか、うん、一応あのそういうふうにオリジナルであの人形にカスタムしたものを販売するのは OK っていうふうにメーカーさんもあの言われてますので。すごいね、美人できてるよね。あつみんが作ったけど、うん、そのもうなんていうのプロというかその専門の業者がもう出来上がった出来合いのもので売られてたとしたら、うん、これいくらぐらいで売るものなの？今日ピンキリなの？ピンキリです。でもこのクオリティというかこの素材ってこの品質のものとかだったらそんな何万とかはいかないんですよ。ただそのこのボディを使ってプロの人形作家さんが顔だけビスクドールで作って、お洋服とかもその方が全部手縫いでされてるやつはセリアドールちゃんのシリーズで大体 5,6 万で販売されてるんです、ね、でもそれはもうプロの方でもうビスク顔はもう完全にその方のオリジナル作品になるん でお洋服も全部あの素材もすごいあのシルクとか使われてたりとかしてされてるんでしますけど、厚みはそれを自分でねあれしてるから、まあちょっとリーズナブルな価格で販売したり、もうこのセリアの分使ったやつはもう本当めちゃくちゃ安く出そうかなって思って、でもこの子はまだちょっとそこまで行ってないんでまだ考えてないです。ただ今一生懸命顔作るのが楽しくて。でもあのドールアーティストが始まったよね。10年後高値で取引される。この前のそのイベントは、はい、ドール以外もなんかそういういやそんなことないです。あドールだけじゃなくて、うん、いつも大体のイベントではあのなんだろうハンドメイド作品あのアクセサリーとか布小物を出されてる時があったり、あとこの間、うんうん、カービング飲食じゃなくてもそういうハンドメイドのが、うん、飲食の方も他の方が来られて、うん、飲食もあった、うん、飲食もあって、あと占いとかマッサージとかエステ系 あのお得な体験みたいなやつとかですね、はい、いやすごいね。しかし だいぶあれだよね、あのクオリティが上がりましたよね。いやまだまだです。そうあのその安いね、はい、ものを使ってそこまで作れるって言ったらやっぱ大したもんだなと思いますわ。まつげだってリアルだよね。まつげはあの人間用 あのつけまつげをちょっと内側の方から貼り付けてやってます。いやできてるわ。今何体これ見したいわな。今私とここ16センチの子がセリアの頭じゃないやつで今5体できてて、で60センチが1体と30センチが1体でセリアちゃんが今この子完成してるのが1体で
途中今いじくり回してるのが2つ、頭2ついじくってます。うん、ぜひねクローバーに見に来ていただきたい。はい、ドール沼にハマっていただきたいです。ではまた次週お会いしましょう。